城花曳山祭り。城花曳山祭りは、富山県南都市城花地域にて、毎年5月5日に行われる、城花新明宮の春季祭礼。ご神像を乗せた、豪華絢爛の曳山や、予屋台が町内を巡行する、曳山神寺で、江戸時代の教皇初期、1710年代に成立し、明治以降春祭りとして、毎年5月に開催。5月4日夜には、 宵い祭りが行われる。かつては5月15日に行われていたが祭礼を取り行う人手確保のため2006年、平成18年により、ゴールデンウィーク中の現在の日程となった。この祭礼は、国の重要無形民族文化財に指定されているほか、ユネスコの無形文化遺産に登録されている。四姉妹、剣保護、八本の傘保護、四人鬼、四鬼のみこ 六期の寄屋台、牛山と言われる六季の引山が、越中の小京都と言われる、城花の旧市街をおもそかに引き回される。また若連中と言われる林方、歌方が、伊王屋台の中に入り各所モーションにて、江戸情緒あふれる、洋歌を披露する。夜には、超鎮山となり夜遅くまで賑わう。引山、御神像を乗せる出汁と、伊王屋台、 両邸を模した造りで、成り物が乗る出しは、旧市街の六地区、大区、成城、西下、東城、東下、で丸がそれぞれ所有し、宵宮には、各御神像を座敷に飾る、山宿も六箇所設けられる。上花地域の前身である上花町は、新州大屋派の寺院、全徳寺が1559年、永六二年に、福光、元、南都市より移り、 1573年、天正元年には城花が開け町、市市が開かれた、公門前町、市場町として、織物で栄えた町である。新名社ができたのは1574年、天正2年、その後1685年、上京2年社殿再建の再春、秋祭りが始まった。神輿が完成し、市市前赤崎巣先の行列が始まったのは1717 17年。 共放二年の秋祭りからである。1719年、共放四年秋祭りに、引山が完成。1724年、共放九年には、神輿の巡行に、引山が栄光され現在の山祭りの基礎ができた。明治末期より大正時代末にかけて引山改良競争が起き、各町内が手を加えていった結果現在の、絢爛豪華な引山になったと言われる。 またこの祭りの大きな特徴の一つである、伊予屋台は、伊予歌の稽古版記録が1822年、文政5年からあることから、この頃からあったと考えられている。1981年、昭和56年1月22日、県の無形民族文化財に指定され、その後2002年、 平成14年2月12日には今日まで、江戸時代からの古い祭礼形式が継承されていることが評価され、上派な新明宮祭の引山行事として、国の重要無形民族文化財に指定された。また2006年、平成18年には、と、山の文化財百選、と、山の祭り百選部門に選定されている。2016年、平成28年10月には、 十八府県三十三県の山、保護、屋台行事の中の一件として、ユネスコの無形文化遺産に登録勧告され、同年十二月一日に登録された。あ、いおは、江戸時代の葉歌を元とし、現在数十曲が伝承されており、上花の先人たちが江戸から持ち帰った葉歌や替え唄、小唄帳なども取り入れながら、江戸の粋な文化に浸ったという遊び心溢れる文化。 現在まで継承されているものである。林には横笛、三味線、太鼓が用いられる。また、洋歌、林を受け持つ和歌手を、和歌連中と言い,い、各町内ごとに、会、連名があり、毎年間稽古、本稽古を経て、再礼等実門付きは姿の和歌連中が、洋屋台の中で洋歌や引山林を奏でる。薄墨、玉川、辰美、夏は蛍 重ね線、宇治茶、川竹、しのぶこいじ、小風、夕暮れ、さみだれ、萩木橋、鏡、やりさび、ほの、花ない鶴の声、え、の葉に、わがもの、タチバナ、かきくる、秋草、雪どもえ、手鏡に、筆のさ、一星、空い、ほの、内水、みず、寺、いあんじ、ほととぎす、おの瀬に、浅くとも、秋草、春さ、おしむなど。2015年。 平成27年4月には、南都市の各祭礼で、伊療屋台を持ち、伊療歌を継承している4団体が集まり、地方、歌いでの技術向上、育成、継承保存を目的に、南都市や歌伝承保存活動協議会を立ち上げた。また、南都市も、支援のため補助金を交付する。各、家で、親戚、知人などを招待し、衆議を出して、 洋唄の所望をすると、各町の夜屋台と引山が、順番に所望した家の前に泊まり洋唄を披露する。一般観光客もその様子を見聞きすることができるほか、観光客用に、上派の引山会館横、駐車場には、予約席、有料、自由席、無料の特設の所毛書が設けられ、午後2時頃と午後8時30分頃に、夜屋台と引山がやってきて座って聞くこともできる。 五ヶ山地方より伝わったとされる、多人数で舞う百足寺市で、引山の巡航路を清める梅雨払いの役目をしている。なお2005年、平成17年には、と、山の文化財百選、と、山の獅子舞百選部門選定されている。八本の傘鉾は総高さ2.87から3.56メートル、傘径1.50メートルから1.90メートルの、 エヴァンガサで傘の上には独自の飾り、ホッコが飾られている。傘の周りには、長さ35から40センチメートルの水引幕が、貼られている。また傘の中に作り物を飾るものもある。この傘ホコにはみこしを先導し神様を招き入れる、役目をしている。詩人鬼は四鬼あり方くらいを司る、スザク、玄武、清流、百個の四神を立て祀ったものである。 もともとは、児童がそれぞれ持って歩いていたが現在では台車に、立てて、みこしの前を進む。四季、春日宮、八幡宮、岩清水、新明宮、子供ず、しみこし。上花のいお屋台と、引きは、彫物、漆工芸、長金等のほとんどが、上花の職人の手によって制作されているのが、大きな特徴である。いお屋台と、 引山は拡張ごと連れ添って巡行する。引ではかつて町内の人が引いていたが、大正の頃より、近郊の大体決まった町の人たちが、拡張揃いの発表羽織り引く。六台の洋屋台はいずれも二層構造で高さ約3から3.5メートル、長さ約3メートル、長ら感約4.71メートル。 幅約1.8から1.9メートル、重さ約300キログラム。上層には、京都の茶屋や江戸の料亭、貴族の別邸などもした、外観、内部とも精巧な家屋の模型が載せられている。仮装の周りは、水引幕で囲い仮装上部には、貴彫国や乱魔彫刻が施され、歌連中が、伊予屋台の中に入り移動しながら引き山港、書毛書では、伊予歌を披露する。なお、 仮想の4本の足には、車輪が付けられているが、床はないので、中に入る、着練中は、洋屋台の移動に合わせて歩きながら演奏する。車輪が付けられる以前は、前後4人ずつで担いで移動していた。地元で牛山といわれる6基の引山は、高さ5.54メートルから6.52メートル、長さ約4.5メートルから5.2メートル、長がら間、二層構造の入りもや作り券。 東ハフ屋根の屋台様式で降覧で囲まれた上層。神座には御神像を備え市の引山には、からくり人形を配している。上層と下層の間には二段に分かれた彫刻などの装飾がされている。創世期の御神像や、からくり人形は、人形師の木屋五郎衛門、別名、木屋仙人、上花焼の創始者で、人形師、彫刻師でもある、荒木は助、別名。 唐津屋は助、現在も受け継がれている、上花塗り、上花巻への主、小原おさむご門などによって手掛けられたものである。よその引山にはあまり見られない特徴の一つとして、狭い路地をすり抜けるように進むため、家屋等にぶつからないように屋根の軒が、可動式になって折り紐で操作し幅を縮めることが、できる。ほとんどの引山は跳ね上げ式だが、 最下町引山の屋根だけはの木を上部へせり上げるという特殊な仕組みになっている。また、屋根を支える柱の根元の穴にゆとりを持たせ、移動中屋根が2 0トルから3 0トルほどれるようにできている。これも狭い路地を進む際建物にぶつからないためと、回転するときにバランスを取るための工夫で、缶座に乗る、門婦、袴姿の男衆4人が柱を持ち屋根の動きを、 制御する。現在は巡航路となる道路のほとんどが拡張されており、屋根を稼働させる場所は大区町の路地だけとなり、逆に見どころの一つとなっている。天井は金箔張りとなっており、東花町引山のみ、画角天井で他は平ら天井である。車輪は四輪の第八車、外車洋式の夜車、矢車、スポーク式、または板車で車輪にも、 漆や蝶金などが施されている。もう一つの特徴として、引き山を引くと車輪からギュギュときしり音がなので、牛山と言われるが、この音は、車軸、辛抱と車軸受けの間に、ナリータと呼ばれる油、現在は、灯油に浸した厚さ約3ミリメートルのヒノキの薄着を噛ませ、車軸にも油を塗り糸的に出しており毎年、取り替えられる。また、 180度回転するための装置がラコ山を覗き設置されているが必ずしも使用されるものではない。夜には蝶鎮山になるがよく見られる。何百もの蝶鎮で周りを囲むのではなく手に持つ弓張り蝶鎮を引き山にハサミぶら下げる様式になっている。巡行路内で昼巡行では最下町と出丸町、蝶鎮山になってからは 新町での計算箇所で180度ターンがあり、大きな騎士量を立てながら、一気に回すところが見どころでもある。また、上花引山会館横の書網所では、伊予屋台、引山の説明、伊予歌の披露のほか、からくり人形と屋根稼働のデモンストレーションが行われる。福寿山とも呼ばれる。1982年、昭和57年4月大区長に開館。 県保は通年、笠木巣崎四本、伊予屋台、引山三基が交代で展示されているほか、現在使用されなくなった引山の部材、安永の引山車騒動で一時没収された、車輪、獅子舞の獅子頭、幕などの展示、引山の歴史資料などを常設展示している。ロビーのモニターでは、引山祭りの様子を見ることができる。2016年。 平成28年9月14日には、引山創世期のご心像や、からくり人形などを手掛けた、荒木和助、1734年から1806年、が制作した、同時の人形面、頭部2点が、同館に寄贈され、常設展示されることになった。人形面2点は、同時が微笑む木製の面で、高さ約20センチメートルと引山に乗る。 カラクリ人形の頭部より一回り小さい試し作品と思われる。箱書きには荒木五牛とあるが、バスケは1771年、明和八年頃より、この号を名乗っており、これ以降の作品と見られている。また1993年、平成五年十一月には、引山海館の奥に、明治時代の豪商などの土蔵修復、再生した。 土蔵造りの建物4棟を回廊でつなぎ、上花町の歴史資料、上花塗り、上花巻絵、上花焼きなどを展示する土蔵群像回廊、旧上花町士管像回廊を併設した。こちらは土蔵そのものも展示物となっており、土蔵の構造も見ることができる。山宿は4日の宵い祭りの午後に六町の家に飾り山として、引山のご神像を安置し一般に公開し、 翌日の祭礼当日までご心臓をお守りする役目を務める家のことで山宿に選ばれる主人は一生に一度だけの名誉なこととされ立派に勤め上げることが誇りとされる古くは山宿を勤めるにあたって上派な独特の敷きたり風習が多く出品も多くかかるため資産家で間口が広く奥行きがあり書院作りの部屋を持つ家が担当することが多かったと 古い文献によりわかっている。現在では緩和された式たり、風習もあるが、山宿は、現在も脈々と受け継がれている。上花市街地の町屋は、間口が狭く、続き合いが奥に続く、うなぎの寝床と言われる家が多い。山宿に選ばれた家は高心臓を、奥座敷に人よ安記するが、上花の式たり、風習に従い努める。なお現在では、家を、 新築や改築したり、おめでたいことがあった家が務めることも多い。また、各町の公民館を借り受け山宿を務める家もある。安永の引山社騒動は、1775年、安永4年に、高岡、五社さんと、北上津、新港引山、北上津との間に起こった、車輪、引山社をめぐる騒動で、今後高岡と類似した引山社は引き出してはなら。 しかし、断じりであれば許可する。とのお触れが出たことにより、その後の課が、主に現在の富山県西部、越中各地の引山祭り並びに、引山の発展に多大な影響を与えた大事件である。上花では、この騒動で、漆の主、大工、町の組合頭など関係者7名が、ウオズの盗賊改め方への出頭、入浪を命じられ、戦言を受けた。この際、 出丸町の坂上に延命地蔵を建立し7名の無事釈放を祈願した。7名はその後無事釈放されている。なおこの地蔵村は今も同じ地に立っている。また当時夜社も没収されたが一部は返還され、現在上花引山会館に保存展示されている。その後の引山祭りの実施については、引山創設から歴史が長いとの理由で許可された。再例の 約半月前と5月1日の夜間に、当番町の若連中が三味線、忍へ、太鼓により、夜回りばやし、回り合いを奏でながら、山町六町内を回り、祭礼が近づいたことを知らせる。宵い祭りは神様が神社から御腰を旅し城を花ざないへ移られる夜である。また引山、伊予屋台を、各山倉から出して組み立てられる。 宵いり当日は午後6時より午後10時まで、市街中心部の一部道路で、車両通行止めとなる。早朝、ご神像を、山宿から引山に移し、8時30分に、みこし、しし県保護、笠さがみこしを旅所、城花座より出発する。その後県保子8本の笠さき伊さ屋台、引山が、全徳寺、城花別院前に、 一同生祝時30分より引き出され、伊予屋台と引山は各町ごとに連れ添って、宇治湖町内の各所猛所で伊予歌を披露しながら、巡行し、三越、県保護、笠木須崎は15時頃新明宮に還御される。伊予屋台、引山は巡行を続け、夜には超鎮山となり22時30分頃に、上花引山会館前に到着し、解散となるまで続く。なお、 伊予屋台、引山の巡行順は、西下町、西城町、東下町、出丸町、大区町、東城町と待っていたが、明治の初めに交代制となり、前年の六番山が翌年に一番山となる。お昼の休憩時には、県保湖八本の笠木先、伊予屋台、引山が一度整列するほか、十八時頃の長鎮山の準備時には、各町の伊予屋台、 引きが整列する。また、14時頃と20時30分頃には、上花ひきやま海横書網所にて、拡張引きの説明、洋歌、からくり人形の披露が行われる、雨天中止。祭礼、本祭当日は午前9時より翌日午前0時まで、市街中心部は全面車両通行止めとなる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。